いつもヒットチャートに名前の出ている堤恭平さん、作曲賞は1969年、1971年と既に2回も受賞、今年で3回目という新記録を樹立しました。時代とともに歩む実力派のトップ、特にリズム感覚のフレッシュさは定評のあるところです。受賞曲甘い生活、歌は野口五郎くんです。あなたとソルイのモーニングカップはこのまま誰かにあげようか。二人で暮らすとはがきで通知を出した日は帰らない。愛があればそれでいいと甘い夢を始めたな。離れりゃもう二度と来ないだろう。壁の傷はここにベッド入れた時につけたもの。